皆さんこちらでございます。これねちょっと中開けてもらってびっくりだと思うんですけど、切っちゃいます。始まりました。おはようございます。皆さんこんにちは、こんばんは。ということでですね、本日見てください。今日もバイクで来ております。バイクで来ているということは何かをするんですよ。何をしに来たのと、どこに来たのと。皆さんこちらでございます。ドン。はい、ベイサイドファクトリーさんに、来ております。見ての通りですね、ハーレーカスタムチューリング修理、あ、ちゃ言えてる、横田基地のすぐ横になります。めちゃくちゃ分かりやすいんで後で概要欄の方に貼り付けておきますが、僕ですねずっと気になってた、ずっと僕の自分のこのライトが全然眩しくなくて、今日、はい、ベイサイドファクトリーさんで今日交換をしに、注文したやつを交換しに来たので、早速どんな作業工程するのかね、ウトさんって言うんだけど、ウトさんたちにちょっと今日はちょっとやってもらおうかなと思って早速来ました。はい、ということでウトさんです。ウトさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうも。ちょっとライトがずっと気になってたんで、はい、ちょっと変えてもらいたいなと思って、はい、はい、いいですか。はい、ということでじゃあ早速、中いいんですか。おい、始まるぞ、やばいぞ、機種中。ということでじゃあ早速中に潜入でございますよ。これやばいでしょ。めちゃくちゃ人気のね、もう超人気なんですよ。見てください、おれこれやばいよ。見てこのチューニングルーム、これねとてつもないほどのですね、チューニング、ウトさんといえばもうチューニングがやべえんで、まぁ、あ、ちょっとねゆっくりとウトさんのご紹介もしますんで、はい、半端じゃないんですよ。もうよろしくお願いいたします。はい、せっかくなんでちょっと事務所の方もお邪魔しようかな。お邪魔しまーす。お疲れ様。なんとなんとここにお疲れ様です。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。なんと吉武さん、皆さん、なんとたまたまいました、 KFFK さんです。はい、KFFK I love you forever でしたっけ。何でしたっけ。言われてましたよね。言われてましたよね、マッコイさんにね、カスタムフォーエバーフォーエバーカスタム。そうです、これつけてたらかっこいいじゃないですか。ちょっと待って、カスタムフォーエバー、カスタムフォーエバーでもいいんです。フォーエバー1個多いって言ってもらって。わかりました。最後 I love you とか入れないんですかね。いや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 、このカスタム、そうです、フォーエバーフォーエバーカスタム、はい、I love you は、I love you、 めちゃくちゃ言われてたじゃないですか。買いました。いや、買えないで。I love you入れます。ダメだから。え、あれもうここに置かれてるんですか。ここで、販売させていただきます。なるほどですね。いや、ちょっと中もちょっと撮りたいなと思って。いいですか、もうこうやって感じでオイルがあったりとかですね、まあこう本当に整備に関してはもうバリ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 やってますんでね。え、これなんですか、鍵。これもこういうのもつけれるんですね、職人さんがいて、はい、こういうのもかっこいい。 T シャツ等もこういう感じでありますのでね。あ、そっか、みんな見たことないのもあるね。これショベル用ですよね。そうですね。ですよね、うん、うわ、キックとかも超かっこいいじゃん。これは何なんですか。これは4速フレーム用のショックカバーの上にテールランプと、やば、連動させるために。かっこよ。あ、こちらはまさか、これ僕もつけさせていただいている、これはクローズレザーです、千田さんの。はい、ありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。すごいつながるなこれ。いやいや、よろしくお願いします。ちょっと早速あの作業をちょっと見てきますんで。はい、キッチューブキッズ。では中に入らせてもらってますけど、すごいですよ。はい、やっぱ整備とかいろんな、ここで溶接やったりとかするわけですね。てか待って、めちゃくちゃかっこいいじゃんこれ。これこれエボのローライダーですか。これ超かっこいい。エボローライダーとかもちょっとやばいね。いや、ちょっと嬉しいな、これ嬉しいな。いや、これライト変わるって相当変わりますよね。変わりますよ。え、今回は純正の、純正の、はい、LED ヘッドライトに。よっしゃ、来たこれ。伊藤さんから見てどうですか。結構僕カスタムしてます。カスタムしてますね。こうやってプロがそう言ってもちょっとたまんないし。これね、ちょっと中開けてもらってびっくりだと思うんですけど、手作りなんですよ。ですよね。はい、わわわ、ワンオフしたんですよ。自分でやったんですか。ちょっと恥ずかしいぐらいわわワンオフなんで。そうなんですよ。ワンオフ感が
ワフ感バリバリ出てます。バリバリ出た。いやこれだって難しかったっすもん。ちょっとほんと恥ずかしいぐらいやばいっすよ。普段はもうそれこそチューニングとかがメインでやってるんですか、それともなんかこうカスタムとか、はい、なんかそういうのがメインなんですか。まあ、チューニングとカスタムですね。はいはい、まあ、あとは整備と、はい、宇都さんだってどこかでずっと やられてたんですもんね。はい、三鷹のディーラーで。ですよね、はい、でチューニングを工場長的な。そうです。ですよね。もうね、その辺の信頼はもう任せてください。半端じゃないですよ。はい、どうですかこれ純正。そうですね、純正ですよねこれね。純正です。ただこっちの方が明るいですよ。きたこれでございます。ちょっとこのワンオフ感がね、またどうですかこれ、可愛らしい感じで。穴と合ってないんだけどこれはいいんです。僕がもうシンさんに無理やりもういっちょこんなに分厚い鉄板ないぞ。こんな分厚い鉄板でやってるとこないぞ。これはもう絶対取れねえから。いや相変わらずこんな感じで。あ、この前ですね TM ガジさんでやってもらった時にこれコラボの、はい、見て。え、このステッカー欲しいです。僕も後でもらっていいですか。はい、うさあ問題勃発でございます。当たります。はい、ここがそれ どうしたらいいですか。取っちゃいましょうか。ワンオフ感が半端ないですこれなんか取り付けることができるんですか。ちょっとやれるだけ。あ、本当ですか、はい、ほらこういう機械を使うんですよ。これ絶対早いでしょ。ほれ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 、こういうのやばいぞ。え、このワンオフ感ちょっとまずいっすか。まずいですねよくこんなんで走ってたなと。よく乗ってますすいません、すいません。本当に中身開けたらやっぱちょっと恥ずかしさあったんですよ。シンさんにちゃんとやろうよって言われたんですけど、でもすぐつけたかったんで、もうそんなの関係ねえっつって言っちゃおうっつって言ってやったんですけど、それがあだと出てますね。まあそうですね、今のすいません、すいません。全然入らない状況に陥ってるってことですね。大工事の予感がしてます。だから素人はやるなよってことですよね。素人はやっちゃダメですか。宇都さんすいません、どういう状況ですか。これなんすか。これが下でしたよね。これが下です、はい、この作りがもうこういうことすると後から大変な思いするんです皆さん、これ後でプロが大変になるんですよってやると、お前だろっつってね突っ込まれて、いつも審査だったらお前だろっつって突っ込まれますんで。なんてことをしてしまったのか。ひどいことを、ひどいことをお願いしてる。これは一番大変な作業ね、これ。すいません、本当にもう。てか、むしろこのステイを作ってほしいっすね。これ多分みんなね、この、あのカールにした時にステイが一番大変なんですよ。でもだから、ああいうのをつけるときにプロにもう最初にお願いした方がいいってことですよね。そうですね。いや、ほんとすいません、こんなんで。本来だとやらないよ。本来だったらどんな感じですか。だったら、ちょしたものを、はいはい、純正品のものをつけてくださいね。はい、わかりました。すいません。ありがとうございます。今回もとすいません。お願いします。めっちゃ無理なのでしております。無理なのでしております。皆様、見てください。ベイサイドファクトリーさんです。はい、こちら。後でね、バシッと概要欄に貼っとくんで見てみてください。全然違うぞ、もうこれはもう怒られちゃったよ。もうこんなのよこしてくんじゃないよって言っちゃうぐらいな。まあ確かにねと、でももうがっちりくっついてますんで。よーし、機種中。宇都さん、着きましたか。着きましたよ。いやありがとうございます。すいません、本当にわあ、すげえ明るい。なんだこれ、かっこよ。なにこの、おお、すごい。今までなんかそいつもついたりつかなかったりだったんですけど、あ、かっこいい、明るいね、かっこいい、明るい。
いや超嬉しい。皆さんカスタムはウトさんのところに来ないとこうやってできないですから。いやすいません、ちょっとビスが間違くて。あったあった。どうですか、どうですか。おい、これえいいんすか、これやばくないですか。これつけちゃいましょう。ありがとうございます。やばいぞこれ、すごいぞ、ゴールドになっちゃうぞ。そんなやばいやついいんすか。これ請求も怖いですよ。しかし大変な作業。すいません、いやありがとうございます。いきますよ、スイッチオン。かっこいいだろー、たまんねえなこれ。もう一回見せるよ、いくよ、スイッチオン。やばいやばいだろー、見てくださいよ。もういつ見てもなんか自分で、まあ、自分の車両がね、やっぱ皆さんもそうですけど、自分の車両が一番かっこいいと思うんで、自分のそんな大切な車両をですね、こうやってもらうのに、皆さん、ベイサイドファクトリーさん、あ、場所どこですか、ここは。東京都の溝町。溝町、はい。はい、横田基地のすぐ横です。そうですよね、はい、すぐそこ横田基地でしたもんね、さっき、ふわーっと飛んでた、はい、場所的にはすごい分かりやすいです。圏央道から降りて結構すぐですね。そう、青梅インターから降りて、そうですね、5分ぐらいですね、めちゃくちゃ近いんで、はい、あの概要欄に貼ってありますので、そちらから。お電話でもいいんですか。お電話とかメールとか DM とか、はい、はい、でちょっとお問い合わせしてみてください。インジェクションのチューニングとかは僕も前から知ってるのであれなんですけど、ベラボーやべーす。なので、あのぜひマジで本気で考えてる方は速攻連絡した方がいいと思います。もう最後まで綺麗にしていただいてありがとうございます。いや嬉しいわ、ちょっとマジテンション上がる、ぶち上がって帰ります。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。皆さん、チャンネル登録、高評価もお願いいたします。はい。そして、ベイサイドファクトリーさんの、概要欄に貼り付けてありますので、皆さん、フォローしに行ってください。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。じゃあ